鈴木愛理。鈴木愛理は東京都生まれの日本のバイオリニスト。4歳からバイオリンを始める。これまで、曽我部千恵子、原田浩一郎、神谷道子に師事。現在ドイツにて、クシシュトフ・ベグジンに師事。2005年、フレッシュアーティスツ・フロム・横須賀シリーズに選ばれ、初リサイタルを開催。同年、東邦女子高等学校音楽科に入学。2006年ビエニアフスキ国際バイオリンコンクール第2位。2007年ポーランド各都市でリサイタル及びオーケストラとの共演のコンサートツアーを行う。2008年オランダのコンセルトヘボー、オルランド音楽祭等各都市で公演を行う。2008年東邦女子高等学校音楽科を首席で卒業。東邦学園大学音楽学部に特待生として入学。2010年よりハノーファー音楽演劇大学に在籍。東京交響楽団、東京フィルハーモニー交響楽団、日本フィルハーモニー交響楽団、新日本フィルハーモニー交響楽団、神奈川フィルハーモニー管弦楽団、仙台フィルハーモニー管弦楽団、海外ではポズナンフィルハーモニー管弦楽団他数々のオーケストラとの共演などの演奏活動を行う。ありがとうございます。